全国のハンドドリップ好きの皆さん、こんにちは。小平塾塾長のトマです。今回なんですけれども、こちらのドリッパー知ってますか？シュプリマドリッパー1、こちらを徹底レビューしていこうと思います。シュプリマドリッパー見たことないでしょ、うん、インドネシアのドリッパー。インドネシアのドリッパー、はい。インドネシアのブリュワーズカップで優勝したヒロさんがデザインしたドリッパーなんですよ。これすごく面白くて、今までになかったような形状のドリッパーなんですよね。まあ、いわゆる円錐形ですよね。そう、円錐やねんけど、これなんかリブがこう入ってるように見えるやんか。リブですよね。ちゃうんすよ、中ほぼリブないんすよ、これ。それリブじゃないん？外にあるんすよ、これ。あ、デザイン。そう、デザインっていうか、置いた時に斜めになりにくい。安定するんや。そうなんです。だからこのまま抽出していくんですよ。なるほど。っていうドリッパーなんですけど、これはすごいらしいんですよね。日本で販売してるサイトはないんですけど、インドネシアで視聴者さんがお土産で買ってきてくださったんですよね。それで今回レビューさせていただくんですけど、まあ、結構注目されてるみたいで、それこそリブがすごく少ないドリッパーとしては、ハリオの無限とかあるじゃないですか。はい、あれって一等抽出でこう蒸らしもなしで美味しく入るよってやつなんですけど、あのオノバリスタ、日本のブリュワーズカップで優勝された方なんですけど、オノバリスタって無限ドリッパーで優勝されてるんですよ。はいはいはい。だからほぼリブがないもので、しっかりレシピ組み立てて、それで素晴らしい味を作り出してるんですよね。だからこういうリブが少ないものっていうのはすごく今注目されてるみたいで、単純に言うとチャネリングが起こりにくいんですよ。未抽出が起こりにくい。ドリップってペーパーとドリッパーの隙間から抽出されてない液体が出ていっちゃうっていう、そのチャネリングって言われる未抽出をこれは完全に防ぐことができるっていう、ほう、そういうドリッパーになります。ただ抜けがやっぱ遅いんですよね。だからこそ一等で注いでも多分これも美味しく入るやつなんですよ。ただそのインドネシアのブリュワーズチャンピオンのヒロさんっていう方が YouTube でレシピ上げられてたんですよね。そのレシピによると3等で抽出していきます。ちなみにその小野さんは5等、いろいろあるんですよ。なるほど。どれがいいのか僕分かんないですけど、僕にとっては未知の世界ということで、今回はこのシュプリマドリッパー1、通称 SD1、 こちらをインドネシアのブリュワーズチャンピオンのヒロさんのレシピで抽出していこうと思います。それでは早速いきましょう。さあ、それでは SD1 の構造から見ていきましょう。よいしょ。シンプルでかっこいいですね。これリブに見えるところが実はリブじゃないっていう。そうなんや。中は全然リブついてないですよね。で、ここがちょっとへこんでる。3本線があって少しだけへこんでるような感じですね。で、そこのところ、ここ見えるかな。ここがちょっと大きめに開いてるんですよね。この3つですね。ハリオの V60 とかと比べると分かりやすいんですけど、ギザギザしてるじゃないですか。これで抜けが早くなるんですよ。この辺りに目立たないようにこういう風なデザインも入ってたりとか、シンプルだけどめちゃくちゃかっこいいドリッパーです。一応ハリオでいう02サイズのドリッパーですね。で、これ土台はないのでこのままサーバーに乗せると、普通のドリッパーだったらここでこう斜めになっちゃったりすると思うんですよね。これがついてることによって乗せると結構安定するんですよ。これでまっすぐになるっていう。まあ、箱も結構かっこいい。これヒロさんがインドネシアで優勝されたんで、これ1位のトロフィーもあるんですよね、多分。こんな感じです。SD1。これ裏に SUJI、SUJI って書いてあるんですよね。この SUJI っていうのがインドネシアにある工場なんですよ。そこでいろんなドリッパー作ってるらしいんですよね。OEM とかで。僕が以前に紹介したとあるドリッパーたちも、この SUJI で作られてるらしいです。割とインドネシアで今結構使っている方も多いみたいなんですけど、まあ、日本にはあんまり知られてないっていう感じですね。今回はこちらの SD1 でですね、エチオピアのタミルタデッセボナズリアウォッシュド、こちらを入れていこうと思います。ちょっとだけ浅入りのやつなんですよ。これを入れていくんですけど、割と抽出時間は長めに取るみたいです。やっぱりこうリブがない分落ちる速度が遅いので、中引きぐらいに引いて時間をかけて抽出していってあげると。見る味のポイントとしては、多分成分はしっかり出ると思うんですよ。確かにチャネリングする要素が全くないので。ただこれ時間かかりすぎて渋みを伴った苦味であったりとか、きついような味わい、果抽出の味わいにならないかっていうところだけ注目して見ていきたいと思います。どれぐらい時間かけるんですか？なんか 4、5 分かけるらしい。ちょっと紳士っぽくなるってことかな。そうなんですよ。これ紳士と糖化をうまいこと合わせたハイブリッドのドリッパーなんですよね。そういうやつです。それでは早速こちらの SD1 で実際に抽出していきたいと思います。さあ、それでは抽出していきましょう。まずはリンスしていきたいと思います。これ究極にチャネリングを減らすので、リンスは多分いりますよね。いきます。結構綺麗にピタッとくっつくんじゃないかな。よいしょ。
おお、いいですね。はい、これいいな。パラゴンとかでも土台を使えなかったりするじゃないですか。はいはいはい、そういう時いいですよね。あ、かなり綺麗に密着はしてる。無限ドリッパーよりもさらにチャネリング起こしにくいんちゃうかな。ちょっと楽しみですね。はい、こんな感じです。今回は中細引きよりの中引きで 15g 引きました。総湯量は 225ml、 量としてはこんなぐらいです。ドリッパーに対して割と少なめですかね。で、広さもされてましたが、真ん中にちょっと穴開けるっていうのがポイントで、油温はその動画でちょっと見つけられなかったんですけど、小野さんのレシピでは91度でされてたんで、91度でやってみます。まあこれ入り加減によって若干変わると思うんで、まあ、この辺は入り加減で合わせていただいたらいいかなと思います。1投目 30ml、 かなり少ないですよね。2投目が 100ml で、3投目が 95ml、合計が 225ml ですね。これを30秒間隔で注いでいくんですよ。あんまり間取りすぎると落ちるのが遅いんで時間かかりすぎてしまうと思うんですね。これをなんとトータル5分で抽出するということです。おー、なかなかコーヒー塾でも5分の抽出ってあんまないですもん、はい、ない。どうなるんやろ、カチューシスになりそうな感じはするんですけどね、うんうん、でもインドネシアのチャンピオンがおっしゃってるんやったら大丈夫なんでしょうね、うん、だからあんまり細かくしすぎてあかんと思うね、これ。あー、だからクルーブとかでこう微粉を取ってあげた方が多分向いてると思う。微粉を取るとボディが下がって後口ちょっと短くなったりとかしやすいと思うんですよね。でもこんだけチャネリングなかったらそれ起こらないんじゃない。微粉を取り除いた上でこれで抽出したらボディしっかりして薄い感じにならないんじゃない。多分それ一番合うと思う。だからほんまに大会に向けて作ったドリッパーなんかもしれない。そうかもしれんね。まあ今日は微粉入っちゃってるんですけど、そのままいきたいと思います。まずは 30ml、30秒間隔で3回に分けて注いでいきます。30、むずいな、30少ないから。次30秒経ったら 100ml 注ぎます。まあ最初はそんな変わんないですよね、まあ、30しか入れてないしブレないのがいいな。次100いきます。よいしょ、130までですね。これ端まで当てても全然大丈夫だと思いますよ。ペーパーの外側から出ることないんで。これで今130入れてます。でまだ残ってるんですけど、30秒間隔なんで3投目いっちゃいます。 95ml。 なるほど、あ、いいかもしれないぞこれ。3投目は上まで上がっちゃっていいんですよこれで。3投目落ちるのが遅いだから、ここで油温をちょっと下げてあげたりとかするともっといいかもしれない、うん、もしかしたらもうちょい細かくてもよかったんかな。結構抽出速度速い気がする。中細引きよりの中引きで引いたんですけど、もうほぼ中細引きでもいいぐらいかもしれないですね。5分はこれちょっとかからへんな。あ、もうほぼ紳士式っすね。3投目は特に、1投目2投目はかなり透過っぽい落ち方してました。だからいつもの抽出時間やったらこの3投目が紳士なんでちょっと短すぎるんですよ。多分味ができんないと思うんですよ。だからいつもよりも時間をかけてあげるっていう、うん、ちょっと荒すぎたぐらいかな。大体3分半抽出になっちゃったかな。もう一発別で5分抽出のやつを入れるんで、それとちょっと比較してみようかなと思います。抽出後の見た目はちょっとなんかまだらな感じすると思いますけど、最後紳士式寄りの抽出なんで、見た目というより味の方で最後見ていこうと思います。それでは飲み比べの方していきましょう。では入れ終わりましたので飲み比べしていこうと思います。結果的に言うと5分はかけれなかったです。ミルクの目盛りを2目盛りぐらい細かくしたんですけど、そんな変わらなかったです。4分いかないぐらい。多分入り加減やと思います。あのレシピは大会とかの入り加減のレシピでやってあるんで。ああ、なるほど、もっと浅入りなんや。そう、うちのケニアでやってよかったかも。だったら5分かからないぐらいだと思います。まあとはいえ中引きとほぼ中細引きで2種類入れてみましたので、飲み比べしていこうと思います。それではいただきます。サルー。まずは最初の中引きの方から。だいぶまとまってるな。しっかり味出てるっていう感じはあるし、嫌な感じも全然後口ないかな。こっち気になる中細引きいただきます。お、な
なるほど。あ、中細の方がしっかりやっぱ出てるね。中細で3分半以上かかってて後口の嫌な感じがここまでない。極端な話、針を V60 で中細引きに引いたものを3分半かけると絶対渋いと思います。僕だって中細で入れる時って大体2分もかけないですもん。2分ちょいとかかかっても3分かけたら中細引きの場合はもう渋いんですよ。でこれ3投目がほぼ浸湿式状態なんで抽出効率がぐんとお湯入れた段階では上がるんですけど、そっから平坦になるんですよね。なので果抽出の味わいが全然ない。これ簡単かも、これ入れ方。なんか俺もっと嫌な感じ出るんかなと思ったけど全くないの。そう、これ新しいよな、うん、ここまで3投目が浸湿になるのはマジであんまないと思います。おもろいなこれ。わあ、ちょっといろいろしたいな。これ3投目をちょっとスピンしてあげて、もっと綺麗に層を作ってあげるのもありやと思うし、うん、3回ぐらいスピンしてあげるだけでちゃんとこう落ちてくれる。でもこれ層上がりすぎると普通のドリッパーだとそれこそチャネリングを起こすんですよ。ここまでしか粉入ってないので、ここまでお湯あげたらこの辺からチャネリングをめっちゃ起こすんですよ。でもこれリブがないんでそれが起こんないんですよ、うん、だから浸湿式もしやすい。でかつ1投目2投目は普通に落ちてくれる。で3投目の時間をしっかり引き伸ばしてあげるっていう工夫をすればむちゃくちゃ美味しく入るっていう、ちょっと変わったドリッパー。面白いな。面白いし簡単やと思うこれ、うんうんうん、だから深入りでやった場合は抽出速度が速すぎて薄くなると思う。抽出時間が短いことによる薄さね、チャネリングというよりは、うん、なるほど。難しいな。今までの理論とは全然変わってくるわこれ、うんうんうん、それこそ小野さんのレシピとか最強なんだよねこれ。まあ無限でやってももちろん美味しいんでしょうけど、これと無限でこう飲み比べしてみるのありかもしれないですよ。あ、面白いですね。小野さんの動画のリンク貼っときますのでぜひ気になる方やってみてください。大会とかで使うのシナモンローストよりのミディアムかシナモンとかそれぐらいの浅いので使われたりするんですけど、そういうものだといい意味でこう詰まりやすいんですよね。粉が詰まった時ほど外から出ていっちゃうんですよお湯が、本来であれば、うん、でもこのドリッパーはリブがないんで外から出ていくっていうチャネリングはなくなる、うん、頑張って粉の内部をお湯が通ろうとするんですよ。でもこれ中途半端にその状態になってしまうと浸湿にもならず微妙に遅い抽出になるんですよね。がっつり3投目が浸湿になるんで、抽出効率グンって最初上がってそこからこう平坦になっていくっていうので味調整をしていってるっていう感じのドリッパーです。まあ、ちょっと今までのドリッパーと本当理論が正反対ぐらい違うかったんでなかなか説明も難しいと思うんですけれども、今回の動画見て少しでもこのドリッパーの良さが伝わればいいかなと思います。なかなか日本ではこのドリッパー手に入らないかもしれないですけど、 SD1 のインスタグラムとかありますのでぜひチェックしてほしいなと思います。ヒロさんの動画も入れ方はね、そちらがオリジナルだと思いますのでぜひそちらもチェックしてほしいなと思います。この動画がいいねと思っていただいた方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。コーヒー塾のコーヒー屋さん熟しーコーヒーロースターズのオンラインストアではスペシャルティーコーヒー豆を販売中です。塾長が認めた品質の豆だけを新鮮な状態でお届けいたします。詳しくは概要欄。ハリオオフィシャルショップで何度でも使えるコーヒー塾限定のお得なクーポンもございますので合わせて概要欄の方からご確認ください。コーヒー好き集まる LINE のオープンチャットも運営しております。コーヒーの情報を発信する Instagram、Twitter なども概要欄にございますのでぜひご覧ください。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。